オーリー神学塾の辻中です。今回は古典文法を1週間でできるようにする方法についてお話ししていきたいと思います。やっぱり皆さん他の教科結構やんなきゃいけなくて忙しいと思うんですよね。例えば文系だったら英語をやんなきゃいけない、社会やんなきゃいけないとかもあれば、まあ、理系の方だったら数学をやんなきゃいけないとかもありますし、なかなか古典にたくさん時間を割くことってできなかったりすると思うんですね。ただ、やっぱり重要な科目の一つでもあったりするので、まあ、今回は一気に古典文法を仕上げたい。一気にできるようにしたいっていう方向けに、そのやり方について手元も実際に写しながら説明していきたいと思います。用意していただきたいのは、この古文山の山っていう教材と、あと河合塾が出してるステップアップノート30。この2冊があれば古典文法はしっかりと磨くことができるので、こちらを元に解説したいと思います。では実際に手元を見せながら解説したいと思います。まずはですね、この古文山の山。こちらを使って勉強していくんですね。古文山の山というのは古典文法に関して基礎の基礎から動詞の部分とから助動詞、助詞、識別、敬語、和歌っていうところまでもう本当に全部網羅している参考書なんですね。で、まあ、構成としてはこのように各章を見開き1ページで解説があります。この解説があって次のページに見開き1ページで問題演習ができるような構成になってるんですね。まあ、これがひたすらずっと続いているような形になるんですけれども、まずは各章ですね。まずここの解説の部分を読み込んでください。なんとなく理解できたとしたら、ここをどれだけそれ以上長い時間見つめたとしても、なかなか定着はしません。なのである程度、まあ、なんとなくイメージできたなと思ったら、もう早い段階でこっちの演習ドリルの方に移って、こっちを実際にアウトプットしながら、わからない部分があれば考えすぎすぐ答えとか見て解説の部分を照らし合わせてポイントを理解しながら進めていきましょう。それを、まあ、とりあえずは3から5章分ぐらいまとめて行います。まあ、5章分でいきますかね。で、5章分とりあえずできたら、今度は1から5章のここの演習ドリルっていう部分をとりあえずもう一度ひたすら繰り返すんですね。2回ぐらいでいいかな、2回ぐらい繰り返します。で、そうするととりあえず1から5章に関しては文法事項大体イメージできてるし、ここにある演習ドリルに関しては、解けるよっていう状態が出来上がると思うんですね。で、そこまで行ったらどうするかっていうと、まあ、もちろん次に進んでいくのもそうなんですけれども、その前に河合塾さんが出してるステップアップノート、こちらでもうちょっと問題演習を重ねます。例えばじゃあ今1から5章をやったとしたら、そこに該当する部分っていうのをひたすら問題演習していくんですね。この参考書は、まあ、ここに書いてあるように、まあ、ここの最初のところは解説あるんですけど、あとはもうひたすら問題演習。こっちもそうですね。ここの部分が少し解説ありますけど、ひたすら問題演習。なので、さっき古文山の山で理解した分野っていうのを、こっちでもさらにアウトプットする。で、わからない部分があれば、もちろんこのステップアップノートの解説を見るのも大事なんですけれども、山の山を照らし合わせながら、あ、こここういうことだったんだってものがあればマーカーをしてみたりとか、こっちのステップアップノートにはあったけどこっちには書いてないことっていうのはあったりすると思うので、そしたらこの辺に書き込んだりとか、まあ、付箋で貼り付けるでも何でもいいですけど、こっちの単語書に集約させていきましょうっていうアウトプットをしますっていうのでワンセットですね。そこまで終わったらようやく古文山の山の次の5章分ぐらいをまた進めていきます。で、5章分ぐらい終わったらまたこちらのステップアップノートをやる。で、5章分ぐらい次またやったらステップアップノートをやる。これをひたすら繰り返していくんですね。古典文法において、まあ、重要なのは、まあ、この辺の動詞の部分と、あと助動詞。助動詞はもう絶対マストです。あとは、助詞ももちろん大事なんですけど、まあ、助詞を深く理解しようと思ったら結構覚えることも多かったり、細かいことになってくるんで、まあ、最初は大体でもいいですね。なんで、まあ、助動詞、まあ、助詞もやってほしいですけど、あとは識別、助動詞とかの識別が入ってくるんですが、これは結構大事です。模試とか入試でもバンバン出るんで、ここの識別も重要。まあ、副詞も大事ですけど、あと敬語ですね。敬語をやるときの注意点なんですけど、まあ、さっき言ったように敬語をやるっていうときにもまずここを読むっていうのもそうなんですけど、意外と敬語ってまず概念的な部分をなんとなく理解してないと、まあ、文字で読んだとしても分かりづらいんですよね。例えばこの参考書だったらちょっと解説があったら、それぞれの敬語をブワーって説明して、敬語の訳し方とか補助動詞か本動詞かみたいなところが乗っかってくるんですけど、助動詞のイメージができてないとちょっときついので、敬語のイメージがついてないと結構最初はきつかったりするので、敬語に関してはもし可能であれば、まあ、学校の先生、塾の先生から習ってからちょっとここやるとか、あるいはまあ YouTube とかで動画を見てなんとなく敬語の概要を理解してからやるっていうのがおすすめですね。
敬語に関しても、まあ、一通りこれやれたら、ここの問題演習を実際にやっていきましょう。で、敬語の場合は、特に大事なので、今まで部分以上にやり込んでほしいんですね。今までのところって2、3週ぐらいだったと思うんですけど、もっとやり込んでほしいですし、こっちのステップアップノートに移るときにも、もう本当に何週もして、この2冊の敬語の問題に関しては完璧になるまで反復してほしいです。基本的にはそんな感じで、もう山の山をやる、さらなるアウトプットをステップアップノートでやる。これをやることができれば、古典文法に関してはある程度脳内に叩き込むことができます。やっぱり1週間でこれやろうってなると、どうしてもスピードを意識して精度は落ちてしまうと思うんですね。やっぱりこうどんどん先に進んでいく部分もあると思うので、忘れちゃうよみたいなところあると思うんですけど、まあ、最初はそれでいいと思います。やっぱり皆さん英語とか、まあ、理系の方だったら数学もあると思いますし、忙しいと思うので、古典文法にすごくたくさんの時間を割く余裕ってないと思うんですね。なので1週間ぐらい時間をまとめとって一気にやっちゃうっていうのはおすすめですし、うちの生徒さんとかでも1週間くらいまとまった休みが、まあ、長期休みとかであれば、もうそこでガッとやっちゃって、とりあえず古典文法に関しては大丈夫だよねっていう状態を作ることも多かったりするんで、全然やろうと思えば、やれる量かなっていうふうに思います。なので、これから古典文法勉強するよっていう方はぜひ参考にしてみてください。ドーン。